今回はですね、ケアレスミスを減らす方法について話していこうと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。改めましてどうも、ハイチーです。今回はね、冒頭に話したケアレスミスを減らす方法について話していくわけなんですが、もともとですね、私が学生時代、声が止まっちゃったけど、学生時代とか、今もそうですけど、ケアレスミスがめちゃくちゃ多かったタイプなんですよね。気持ちがめちゃくちゃなえるんだ、ケアレスミス残してると。分かる方いると思うんですけど、何やってんだ自分っつってね。でそれがすごくあったんです。やっぱそういう自分変えたかったんで、どうやったら減るのかなってめちゃくちゃ考えたんですよ。でいろんな方法を試した中で、自分に合ってるのはこれだなっていうのを見つけて、かなり改善したんですね、それに関しては。でじゃあいざ塾講師になった時に、やっぱケアレスミスってね、特に中学生よく起こすから、でそれをやらせてたんですよ、そのアドバイスをして。そしたらかなり改善する子が多かったので、今回はねそれを話していこうと思うんですけども、ポイントとしては主に2つです。2つで、まず1個目が自分の癖を知ってるかどうか。ケアレスミスなんてね、ただの癖なんですよ。いい、ケアレスミスはただの癖なの。よく保護者の方にも言われてたんですよ。うちの子はケアレスミスが多くてとか、うっかりミスする子なのよねみたいな。で、学生のみんな自身も、自分うっかりミスが多いんですよとか、どうしたらいいですかねって、その気持ちはわかるんですけど、なんか自分イコールうっかりミスがしやすい子っていうざっくりした認知になってると、改善はしないなと思ってるんです。なんかうっかりミスしやすい性格なんてものはないと思ってて、で何かっていうと、さっき言った癖っていうところになるんですが、例えばその全体的にね、学生みんなにアンケートを取って、学生が例えば中学校3年生がこのミスをしやすい問題ってのはもちろんあります、あるんですけど、じゃあそれが100人いたら100人全員に該当するかって言ったらそんなことはない。なので A 君 B 君 C さんがいた時に、それぞれにうっかりミスをしやすい問題の傾向って違うんですよ。それをみんなは理解してますかっていう、まずそれが大事。じゃあその癖というか、うっかり自分はこういううっかりミスをするんだよなって、どうやって認知するか、それ理解するかっていうと、普段の勉強してれば絶対わかるから。普段勉強してて、自分ちょっとミスしたとかあるじゃんか、そんな完璧じゃないでしょ普段の勉強って。その時に、自分ってこういう問題でこういうミスをするんだっていうのを覚えておく必要がある。でこれはもちろん頭の中でね、記憶できるならそれで構わないんだけど、メモ取った方がいいです。忘れるよ、忘れる。だから自分がこういう問題、ごめんなさい、ちょっと詰まっちゃった、こういう癖が出るんだっていうのをまずしっかり理解してください。そして2つ目が実践編というか、じゃあ実際の受験本番とか、そう定期テストとかのね、本番の時に減らしていく、もちろん1個目のアドバイスがつながってくるとこなんですけど、じゃあ実際に減らすにはっていうとこを考えた時に、アプローチって2つの道があると思ってて、1個目の道はとにかく正確に解くっていう、だから1回で解いた時にケアレスミスを減らしていくっていうのがまず1個なんです。でこれがさっきのアドバイスがつながってて、自分がこういう問題でミスをしやすいっていうのをしっかり理解しておくと、じゃあいざテストの時に出てきました、そういう問題が、自分はこの問題でうっかりミスしやすいから気をつけなきゃなって思いながら解けるんですよ。それってね、めちゃくちゃ大きいの。だって落とし穴があって、それにはまりやすいから気をつけなきゃなって思えるんですもん。なので1個目のアドバイスを生かすことによって、1回で解く正確性は確かに上がりますけれど、うちらは人間なのでミスるんですよ。どんなに完璧な人でも、わからん、超人はいるけど基本的にはミスを起こす。だから2つ目のアプローチ、これは自分が大事にしてるのはこっちなんですけど、2つ目のアプローチとしては、解くスピードを上げる練習をするっていう。試験時間は50分とか、70分90分とかいろんなパターンがありますけど、時間は決まってますよね。でこの例えば50分の試験で、数学だったら大問が5個ありますと、5個50分かけて解きましょうじゃないんですよ。解きます、まだそれで20分が余ってたら、はい2回目行きますって、同じ試験時間の中で何回も繰り返します。じゃあこの2回目3回目と繰り返すことで何がいいかっていうと、1回目で解いたものがあります、2回目で解きました、答えが一致しねえとミスを起こしてますよね。こうやってミスを発見しに行くんです。でこれは本当に見つかるよ、見つかる。じゃあ実際に解くスピードどうやって上げるかっていうと、もうこれは日々のトレーニングです。トレーニング、
みんなが問題集とかワーク、まあ過去問やるときとかはさ、さすがに時間決めると思うんですけど、問題集やるときに、まあ自分よくね、勉強を時間量で決めるんじゃなくて、勉強量で決めろって言うんですよ。例えば、今から勉強します。このワークをこの4ページ進めますと。4ページ終わったら休憩にしますって決めるとするじゃないですか。じゃあその4ページをね、何分ぐらいでできるかなって考えるんです。自分の中で。体感でいいから。ずれても構わないから。じゃあそれを4ページ、まあ30分かなと30分で決めるじゃないですか。ちょっと減らしてみ。減らす。ちゃんとタイマーつけるんだよ。まあ、25分とかに減らすの。それを本当に本気で25分で終わらせるんだって。時間のプレッシャーを日頃からかけながら勉強してみて。そうすると嫌でも早く解こうとするから。自分が途中式とかね、しっかり書いてた子も試験本番の時は書けなくなるから、時間で。だからそういうどこが省けるかな、自分の中で今までこうね、途中式書いて4行書いていたんだけども、この間の2行は書かなくてもいけるかもしれないってなるかもしれない。そうやって自分がどうやって早く解くことができるかっていう工夫も日々のトレーニングの中から見つかっていきます。なのでそれを日頃からねやるようにしてください。もちろんこれを取ってるのはもう1月を過ぎてるので、例えば共通テストとか私立入試とかその後の公立入試もそうですけど、あんまり時間がないでしょ。もっと早く行ってくれよと思った方もいるかもしれない。それは本当ごめんなさい。なんですけど、このトレーニングって別に数日間でもかなり変わるから、時間のプレッシャーを普段からかけてなかった方は絶対にかけた方がいい。まあ今ね、その気持ち的にさ、受験直前だからもうやめてくれって思ってる方は無理しなくて構わないんだけれども、時間のプレッシャーをかけながら勉強するメリットはいろいろあるので、ぜひ今までねやってなかった方は試してみてください。そして最後に、試験本番で繰り返す時のちょっとポイント、プチポイントなんですけど、まあ、すごく大事なので覚えておいてください。1回目で解いたもののミスを発見しやすい方法です。それが、これやっちゃいけない方法を言うと分かりやすいんですけど、まあ、数学でごめんなさいね、例えが。数学で1回目解くじゃないですか。解いたものを、そのね、解いた途中式を2回目戻ってきた時に目で追う方いるんですよ。これ見直しじゃないです。2回目じゃないです。発見できないです。基本的にそれだと。なぜかっていうと、数分前、まあ、数十分前かに、この問題、同じ人間が同じ問題を解いた、その解いた道筋なんですよ。同じ人間ですよ。だから、当然合ってるように見えますから、それは。だから何をやるかっていうと、まあ1回目解くときに、例えば最初に話した自分の癖でこの問題怪しいなって思うものにはちゃんと印をつけていきます。その印をつけたものが優先的に2周目でチェックする問題です。でそれを1回目ここで解きましたってなったら、2回目は別のとこで解くんです。別のとこで、で全くその1回目の解いたものを見ずに行くの。それで1回目2回目を確認してください。当然時間はかかります、目で追うよりも。でも目で追うだけだと本当にね、見つからないんですよ、実際。だからもう一回そのフラットな気持ちで、もちろん前で解いてるけど、もう一回最初に やるような気持ちで2回目解いてみてください。そうするとかなり見つけやすくなります。でそれをやる上で、数学とかさ、問題の近くにそのなんだ解き方書いちゃう子いるんですけど、1回目はあえて話した方がいい。もし問題用紙が2枚目とかちょっと裏紙を場所で使えるとこがあるんだったら、1回目はどっかの裏紙にやるといい。裏紙に。そうすると2回目戻ってきた時にこの近くで解けばいいの。そうすると1回目の裏紙に書いたこのとこと2回目のこの解いたところが確認できます。っていう風にやるとかなり2回目とかで自分のケアレスミスを発見しやすくなりますので、もしよかったら試してみてください。